もどうも、花宮ネクです。ザクザクアクターズをやっていくぞ。前回に引き続き、スイカ村ダンジョンを探索中。マシンの強敵ならエクレアさんがぶっ飛ばせるから楽だね、ほんと。あ、チャレンジボス発見。どうすっかな。魔法少女に負けた鬱憤をここで晴らすか。ゴブリン騎馬隊とウォーマシン、いかに早くウォーマシンを落とすかが鍵。エクレアさんの必殺技もう品切れなんですけど、大丈夫かな。ストーリーは、ウォーマシンを羨ましがったゴブリン女王が騎馬隊を結成して、どっちの性能が上か勝負したいけど、同士打ちはダメだな。せや、秘密結社を一緒に殴ろうやってことらしいです。勝手に戦え。じゃあまあやってみるか。強さは魔法少女スターズより数段下っぽいし。お、こちらがゴブリン女王様。可愛いじゃないっすか。じゃあエクレアさんのマシンガンで頑張って殴りまくろう。うお、全体3回ダメージ。めっちゃ痛いな。いや、これはエクレアさんが脆いだけか。早く仏棒バフを貼ってあげないと。ジュリア隊長が狙われデバフを食らうのは好都合。あれ、ウォーマシンがあっさり死んだ。このウォーマシンってザコ強敵と同じステータスだったんかな。じゃあ残りは騎馬隊だけど、めっちゃ大地に弱そうじゃない。地震で崩壊しそうじゃない。状態異常も効きそう。いろいろ試そう。お、毒になったな。デッドリーポイズンチャンス。大地は効きませんでした。デッドリーポイズンは付与できずに毒だけ消えちまった。敵がデッドリーポイズンの耐性を持ってるわけじゃないよね。運が低いか。あ、やべえ、バーサーカーの構えですってよ。ジュリアさんの TP がない今はやばいんですけど。レナさん頼む。お、殴ったことで運よくバーサーカー状態が解除された。でも連撃自体は襲ってくる。レナさん避けろ。セーフ。さすがは回避タンクだ。でも狙われデバフで回避マイナス 100% になったらもう仕事はできん。幽体だ。じゃあらかた見たので早送り。ナツさんが暗闇にしてノーフューチャーでボコボコにしました。勝ったぜ。やっぱりルフレさんは最強なんだ。お、アクエリアスは初入手っぽい。水と風と魔法ブーストか。まあリリー様に装備させとこ。本当は水と大地のブーストが欲しいんだが。さて、気持ちよく勝ったことだし、どうも、あなたは会話できるゴブリンかい？女王様、さっき張り倒しちゃいましたけど、本来はここが初対面のはずだったのね。ヘルチン、ミヤちゃんに対してはいつも以上に適当な返しをするな。なんかクソうざいやつがいるな。こいつがゴブリン女王かい？嫌いになりそうだよ。
殺気ぶりですね。普段からその騎馬隊スタイルなの？私は食べかけは嫌だけど、手づかみとおじさんが握ったおにぎりは全然大丈夫ぐらいだな。人の唾液がラインですね。まあ、はぐれ王国らしくも秘密結社らしくもないですけども、ゴブリンってそんな強いやつを尊敬して勝負を挑むタイプなの？私がやってきたゲームのゴブリンとはだいぶ違うな。仲良く喧嘩しなの精神大事。おお、まさかのクエスト発注人だったのか。じゃあ次の集会にでもやってみますかね。強いやつが大好きで陽気な戦闘民族、マジでゴブリンのイメージじゃないな。戦闘民族っつうとリザードマンとかオークのイメージだけど、そいつらは陽気ではないか。うむ、変な人と縁ができてしまった。今後もお世話になりそうだ。チャレンジボス時の激レア集会も含めて、その辺をぶらついてたら商人ですのに捕まって、無償でスキル賞を渡します。でも高額寄付してくれたらさらに、みたいな目線でチラチラ見られております。これただでもらったら今後は体よく追い返されるやつじゃん。しょうがねえな。ここは反応を見る意味でも、まずは1万 GP で様子見だ。お、結構反応がいいな。意外と優良企業か。デスノゲート、早速固有であろう変なスキルをもらってしまった。魔法キャラ専用で、近接物理属性で、コーマ両依存で、即死がついてて、配信判定もある。なんだこの変すぎるスキルは。まあ魔法使いが近接物理攻撃できるようになるのは一定の価値があるけど、誰が使いこなせるんだ。これデーリッチはもともとフルスイングできるからいらんし、他に攻撃力の高い魔法キャラ誰？覚えさせても使わなさそうだし。
困りに困ってデスノゲートでググっても、作者さんのブログの可愛いつはこさんしか見つからなかったわ。ブログへ全然見てないんだよな。そのうち見て回ろうかな。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル